はい、皆さんこんにちは、葉月声です。こんにちは、玉木です。はい、葉月のショー with T ということで、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあこれね、録画なので、まあ言っときますけども、まだ今現時点ではそのロックダウンっていうね、都市封鎖っていうかが起こってるかどうかちょっとまだ分かんないんですけども、多分まあ僕はもう本当に近々と思ってるので、もうすでに今こうご覧いただいている方は、ロックダウンが始まっちゃったかもしれない、始まってないかもしれない、分かんないけども、まあいずれにしろ多分大都市圏はね、日本の中の大都市圏はそういうことが起きるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ実際にロックダウンが起きてなくても、まあ今もう本当にこう在宅ワークとかになっちゃってる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。でその時にまあお子さんも休みだったりするし、新学期もどうなるかも分かんないし、やっぱりねこうすることなくなっちゃうじゃん。いわゆるまあもちろんテレワークで会議して忙しいっていう方もいらっしゃるかもしれないけども、でも全体的に要は経済活動はほとんどできないわけだから、現実的にはね、だからまあなんかこう研究したりとか、まとめたりとかいうことはできるかもしれないけども、もう現実的にその何かこうなんか新しいものをクリエイトするっていうのはなかなか難しいから、その時にまあ今日はですね、ロックダウンした後にすべき3つのことっていうのをちょっとお話しとこうかなと思って。なるほど。あとっていうのはまあロックダウン宣言が出た時ですね。そうです。ですよね。まあそれが例えばそうじゃなくて。ロックダウン宣言が出て、そのロックダウンしてる間にすることですよね。だからそれが2週間になるのか1ヶ月になるのかそれは分かんないけども、まあとにかくこう家にいないといけなくなっちゃうわけだから、家に行って何すんのよって話なんですよ。でテレビ見んのかとかね、こういう時だから例えばじゃあ僕が本書いてる人だから本読んだ方がいいんじゃないですかって言いたいところだけども。まあ、タムちゃんもともと読まない人だからね、あんまり関係ないかもしれないけども、気分的にはね本読むのはちょっとどうかなって感じなんですよね。読めないんじゃないかなと思って、まだこっちの方がいけるよね。そうね、今すごいたくさん動画もね、ありますし、ね、ABEX さんもなんか配信してるしね、無料でね、いろんな情報がね。そう、まだそういう意味ではこういう動画の方がいいかなと。でまあ、別に動画だったらなんか他のことしながらね音だけ聞いても全然 OK だから、そういう意味ではやっぱりね本ってやっぱこう集中しないとなかなか読めないんで、どうしてもこう気が散るとやっぱり頭の中入ってこないから、そういう意味ではこういう、まあ、動画とかで音声とかで、まあ、ただながらでなんとなくこうざーっと流れている方が多分入っていきやすいんじゃないかなと思います。だからまあそういうふうなもので、まあ、情報を取りながら一番やってほしいことのまず1つ目、これも本当にぜひやっていただきたいんですけども、はね家族と向き合う。まあ時間がね今まで以上に増えますからね。だから例えば一人の人はやっぱり誰となんていうかちゃんとコンタクトするかっていうのもちゃんと考えてほしい。一番コンタクトしたい人は誰なんだっていうのが、こういう時こそ明確になるわけよ。だからそのタムちゃんだったらそのドーンと休みっていうか動けなくなっちゃった時にどうすんのよって、何すんのよと、ひょっとしたらあんまり変わらないかもしれないね。結局パソコンワークだったりするから、あとお電話とかねだったら別にあんまり変わりませんけどっていう人も多分いらっしゃる。そうですね。多分ね僕もほとんど変わらないね。まあ要はそのライブがないだけで毎日ブログ書いてなんか原稿書いてみたいな、まあ外でご飯食べに行けないぐらいの感じで、あんまり変わらないんじゃないかなと思う。そう変わらない人はいいのよ、それで構わないんだけども、その普段全然その外行ってて、まあお仕事行ってたりとかなかなかこうご家族とね交流する時間がない方はもうこれ本当にいい機会だから、家族とちゃんと向き合いましょう。で何をするかっていうと、やっぱ本音で話すことなんですよ。こういう時だからこう喧嘩するわけじゃないのよ。でも喧嘩してる人多いんだよね。なんかね、やっぱりね、やっぱりそうなるのよ。これからどうなるかってみんな不安だから、不安になっちゃうとなんかイライラしちゃうから、これからどうすんのよとか、やっぱりね、お父さんもなんか自分の仕事これからあるのかなとか、どうなるんだろうのが絶対不安だし、それを見てるお母さんも「これ私たちの生活どうなるんだろう」とか「子どもの学校はどうなるんだろう」とかね、絶対不安だから、それをやっぱりちゃんとねシェアしないとダメなのよ。でこれは日本人の苦手なところなのね、シェアするっていうのが。会話がなかなか会話として成り立ってないから、そういう意味ではここはね、家族と向き合う本当にいいタイミングなんだよねっていう。チャンスと捉えた方がいいですね。ではならないって思わずにね。だから本当にいい機会をもらってるから、ここでちゃんと向き合いましょう。向き合うっていうことは基本的に本音で話すって話なんで、やっぱり自分の本当の気持ち、これもずっと言ってるんだけども、結局言うメッセージじゃなくてアイメッセージで、私はこう感じてる、私は今こうだ、お前はどうなんだとかじゃなくてね、お前はどうすんだとかじゃなくて、いえ、もうまあそれがね、男の人は本当に苦手なんだけども、怖いって言えばいいのにねって、どうしていいか分かんない、どうしたらいいだろうって言えるとすごい楽になるはずなんだけど、なかなか年齢ね、男の人ね。まさに今ね、本当に収入もね少なくなっていくから、それをもう不安って今なおさら言えないかが多くなっちゃいますよね。でこでやっぱりね、嘘ついちゃダメなのよ。例えばなんかちょっとこう家族に黙ってる借金があるとかね、なんかちょっとギャンブルで使い込んじゃったとか、よくわかんないけど、でそういう嘘がやっぱり今最も表に出る時期ではあるのよ。そうですね。はい、ずっといるから、もうなんか内緒でなんかちょっと不倫してましたみたいなのも大体バレるからそれもね、だからそういうことも含めてやっぱり向き合わないと仕方がないので、ここはもうちょっと覚悟を決めて、このロックダウンの後に一番最初にしていただきたいことは、やっぱり家族ときちんと向き合う。ね。でその前にか後にか、その最中か分かんないけども、これもこれ全部つながってるんだけども、結局これからやっぱりこのね、コロナの後っていうか、この後に来るのはやっぱりもう当たり前なんだけど、経済的な破綻だったりとか、経済的な不況なんですよ。当然ですよ。これだけ経済活動がね、全世界的にだから。そうなんです。一部じゃないですよね。どっかの国のどっかの地域とかだけじゃないから、もう全世界的にものすごくスローダウンしてるわけだから、それをねまた盛り返しましょうっていうのは本当に時間のかかる話だし、やっぱりものすごく冷え込むわけよ。ここは。でそうなった時に、やっぱりじゃあお金のこととか仕事のことはもうこれも考えざるを得ないから、それがね、自分がもしお金がなくなっちゃったり、あるいは仕事がなくなっちゃったりしたら、一体どうすればいいんだろう、一体どうやって生きていけばいいんだろうっていうのをやっぱりちゃんと向き合わないといけない。これも怖いことだけども、これも向き合うしかないのね。これ大体向き合えないと自分一人で抱えて、それこそ最悪はなんかもう自死っていうような感じになっちゃうから、いや大丈夫だから、本当に僕もこう自己破産とかした人いっぱい見てきたけど、ピンピンしてるもん、本当にピンピンしてる、すげえなと思うけどね。だからなかなかやっぱりほら、普通の人それぐらいのなんていうかな、こう心臓に毛の生えたような対応ができないかもしれないけども、今そういう仕組みがあるんだから、別にね命取られるわけじゃないんだから、お金はなくなっちゃうかもしれないけど、また一から頑張りゃいいじゃないのっていうふうに思えるかどうかがすごく大事なところなのよ。でそれが思えない真面目な人ほど、もうなんかどうしていいか分かんないから、もうなんか自分が死んだらなんかお金が出るんじゃないか、家族だけは助かるんじゃないかみたいな発想になっちゃうから、いやいやいやそれはちょっとねみたいなね。だからそういう意味ではここもやっぱ本音で向き合うしかないわけよ。どれぐらいお金あるのとか。そうですね。だからもうそういう意味ではこう預貯金とか一回それもチェック、絶対チェックした方がいいですよね。タムちゃんどれぐらいあるの？いや、なんとなくあるとこれとこれかなとか思うから明確にはだからちょっとあるようなこと言ってますけどねないない、大体基本的ねあれば使う人だからね。そうそう、大体宵越しの金は持たない人だから、むしろなんかタロちゃんがなんかしっかりタンス預金してたら俺びっくりするわ、あれえみたいな、実はマジかみたいな。大丈夫、私先生がいるからみたいな。だからそういうそのなんか本当に本音の話ね、結局やっぱりお金のことってなかなかやっぱりオープンにできないじゃん。みんな嫌がるじゃん、お金のことって。そうですね、まあそうですね、そうじゃないの？そうですよ、そうですよね。僕すごいオープンよ、本当にね。これしかないよみたいな感じだから、他何にもないもんみたいな感じだから、もうすんごいシンプルだもん。ほとんど財産もないし、まあ、その分借金もねほとんどないんだけども、なんかそういう意味ではすごい僕は 一回そうやってこうなんか全部リセットしたことがあるからね。あのね、一時ね本当にね、もう一番なんかそのお金なくなった時ってね、僕ね銀行にね3万円ぐらいしかなくなった時期あったね。本当に何にもなかった。それだけ。それはなんか震災とかそういう時期の話じゃなくて、ね、その時じゃないけどね、まあまあちょっといろんな事情があってね、本当になくなった時はあこんなになくなるんだと思って、でも何にもなくなっちゃったって。でもね不思議と別にふーんみたいな感じ、また頑張ろうみたいな。そうですよね、なんかそれだけ。稼げるからね、あないや全然ねえや、虫面白い3万円だみたいな。そう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 、めっちゃ減ったみたいな。ゼロ買いたらあげようかなみたいな。一十百千万30万だと思ったら3万円だったみたいなね。いやでもまあね、そこからまたね、そうそう、まあ頑張って普通に生きてますからね、何も困ってないけどみたいな。だまあいいね、なんかこんなふうに思える人はもういいんだけど、ほっといてもね。そうじゃない人の話をしてるからね。そうでも、ここでやっぱりね、お金と仕事もそうですよ。もうね、ひょっとしたらなくなっちゃうかもしれないけど、これもプラスに捉えた方がいいんですよ。本当に自分の好きなことができる、そういう環境が整ったっていうことだから、もうなんかお金のために働くのはやめようみたいなふうに思ってもいいわけで、そこでどうこう転換できるか。でもそれはねやっぱりね本当に怖いから、誰かにね吐かないと無理なのよ。そうね、言った方がいいね。そう、それがいないんだったら親でもいいし、俺もう本当にどうしていいか分かんないって泣きつきゃいいのよ。もう無理みたいな、もうとりあえずなんか6畳一間でもいいから、なんか親のところにね転がり込んで、まあなんか救急避難措置もそれもありだから、いいじゃんそれで言えばね。だからそれが受け入れてもらえるんだったらそれだし、別にその親じゃなくてもいいね、お友達でもいいし、なんかそう信頼できる人でもいいから、やっぱりちゃんと助けを求めるっていうのはすごく大事なことだから、それもやっぱり向き合わないと無理なのよ。そうね、見て見ぬふりしてたら分かんないもん。だからちゃんとその今言ったみたいにお金だったら一体いくらあるのかとかね、そのこれからどうなるのかとか、仕事を本当にこの仕事で続けてていいのかとか、そういうことに向き合わないと仕方がなくなる。これは2つ目ね、はい、で3つ目、これはねもう結局そうなると人生そのものと向き合わざるを得なくなるわけ。人生そのものと向き合わざるを得なくなるわけね。だから要はこれからの生き方をやっぱ考えないと仕方がないわけ。そこですね、そうなっちゃうじゃんやっぱり。家族と向き合う、自分自身と向き合う、そしてお金仕事と向き合う、そしたら人生と向き合う。人生と向き合うっていうのは僕は人生と向き合うっていうのはね、僕シンプルに言うとね、死に方じゃないのかなっていう気がするんですよ。生き様じゃないんだ。死に方を明確になると生き方ももっとはっきりするんじゃないですか。そうですね。どんなふうに死んでいきたいのかっていうのを考えると、やっぱりどう生きるかっていうのがまあはっきりしてくるんじゃないかなっていう気がするんですよ。先生どんなふうに死んでいきたいんですか？僕、いや僕前も言ったかもしれないけど、理想はねなんかじゃあねって帰る。なんか。もうそろそろだからじゃあねみたいな、理想ですね。それも一番いいなと思ってますけどね。だからじゃあねっていうためには、要は毎日を悔いなく生きるっていうしかないわけですよね。もうなんか自分がやりすぎぐらいやっちゃって、なんかまあ僕もこれずっと言ってんだけど、ちょっとやりすぎたかもしんねえなぐらいで帰りたいとずっと思ってます。なんだろう、やりすぎるってなんだろう。いや、やりすぎるのはなんか、まあ好きなことやるっていうことじゃないですかね。ああ、そっか。好きなように生きてるって、なんかこいつなんか本当になんか好きなようにやってんなみたいなふうに自分でも周りの人も思ってもらえると、それは幸せなことじゃないかなと思うよね。褒め言葉ですね。そうですね。まあ、実際そういう生き方今できてるしね、ありがたいなと思うし、まあ、これからもだからきっとそういう感じで、まあ、好きなことをして、まあ、生きていきますけどみたいな。で死ぬ時はだから「じゃあね」みたいな「かく」「さよなら」「かく」「あの人好きなことして死んでたよね」って言われるね。そういうふうに言われたいなとすごい思いますね。だから結局そのやっぱり時間ができるから、そういう根本的なこととか本質的なことに向き合わざるを得なくなるわけよ。でもなんかついついやっぱり暗く考えちゃうじゃないですか、その時間ってね。そうね、自分でこう準備した時間じゃないから、ね。でもね、まあ僕はそういう意味では一回暗くなってもいいと思う。本音だから、だから弱音を吐くっていう。なるほど。だからそれをお互いにね、ちゃんとシェアする。それが家族じゃないのと思うわけ。別にそれは別に僕子供でもいいと思うんだ。子供には重たいかもしれないけども、お父さんも本当にどうしていいか分かんないんだって言えると、やっぱりすごい楽になるじゃん。お父さんに任しておけって言っちゃうと、もうほんと苦しくなるからね。いや、もう分かんないんだもん、お父さんもどうしていいか分かんないんだよ、なんとかちゃん教えてくれって言ってもいいじゃんと思うんだけど。じゃあ僕は YouTuber で稼ぐとか言ってくる、そうそう言ってくるかもしれないよね。別に今はもう小学生だってバンバン稼いでる子いるからね。だからなんかそういう本音をやっぱりいかにこう吐露できるかって、それと向き合うためのやっぱり時間を神様から与えられたというふうに思っていただく方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。はい。まあね。いろいろ、まあ、今回ロックダウンっていうねちょっとキーワードがありますけど、まあ、別にこれ今回はそのタイミングなんか、まあ、そういうタイミングだからこういう話じゃないですもんね。そうですね。まあ要は人生のどっかでみんな向き合わざるを得ないことだから、でもそれが今社会全体的にこういう時間をいただいてる、宇宙からギフトが来てるというふうに思っていただいて、ポジティブにっていうか前向きにプラスに捉えていただくと、こんなに素晴らしいなんですかね。ギフトはないかもしれないので、今このタイミングでぜひね、いろんな本質的なことと向き合っていただければと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。